こんばんは。7月21日、午後10時30分を回りました。4語頻語の夜、第237回。今夜も、30分ほどお付き合いをよろしくお願いします。東北のボランティアの動画の編集、YouTube へのアップも無事に終わり、まあ、やっと通常通りの生活、仕事に戻りました。結構今月は忙しいんですね、割と。同窓会のホームページ、一応とりあえず、作り終えたんですけど、細かなところ、色を変えてほしいとか、いろんなの、注文、ご要望があったので、その微修正を、まあ、今月中にやってくれと言われてますんで、まあ、ぼちぼちやろうかなというふうに思っているところと、あと、7月の30、31、来週の土曜、日曜、宮崎県日向市、文化交流センターを会場にして、第3回、ひむかの国、子供落語全国大会という、子供落語のイベントがあるんですが、去年は口蹄疫の影響で中止になったんですけど、2年ぶりにその大会があるということで、僕が第1回、公式記録、ビデオ記録をずっと取っておった関係で、第3回の記録も、よろしくお願いしますということを言われました。ちょうどね、記録用のビデオカメラが、壊れているんで、どうしようかと思ってたんですけど、ヤフーのオークションに1週間レンタルで結構いい機種が安くでありましたんで、2台ほどレンタルして、あと三脚がなかったので、今日あちこちレンタル会社探しまくって、買うよりもね、結構ね、いいのは5、6000円しますんでね、お金がもったいないので、まあ、借りる段取りをしてきました。3日で、3泊4日で1500円ぐらい、ちょっと高いかなと思ったんですけど、まあ、予約というかね、一応仮押さえをしておきました。で、ビデオの方は、ビデオカメラか、ヤフオクスの方で今日落札したので、28日の夜には届くということで、まあ、前もって、ビデオカメラの、チェックを行ってから30、31の本番に臨もうかなと思っております。ね、結構、まあ、今月後半、忙しい状況ではありますけど、まあ、ぼちぼちやっていきたいと思います。で、昨日、あれこれ、そういったビデオカメラの機材とかを借りる準備をしたりして、帰り道に、ちょっと気になったことがあったので、au ショップに寄ったんですね。7月2日に、IS04 新品交換をしました。これもね、急に決まったんですよ。157の上席責任者、なかなかの電話に出れない、忙しくてね。で、6月の、いつだったかな、20日過ぎ以降に、またこれ、4回目の入院らしきことがあったんでね。以前の約束で、もうこれも新品交換とか、差額を払っての機種交換とか、どうにかしてもらえませんか。僕は7月の2日から、東北の方にボランティアに行くので、その前か後かでね、まあ、対応してもらえないでしょうかって言ったんですが、そしたらギリギリいっぱいに電話があって、東北に出発する前の
7月1日の夕方6時過ぎに電話があって、大谷さん、大変すいませんと、英雄としては、新品交換に応じますと。つきましては、大谷様が、明日から東北にボランティアに行かれるようですので、もし今から、市内に IS-04 の、在庫があるか確認します。もし在庫があれば、本日中に新品交換をお願いしますと。ということで、今からっていうことで、すぐ電話しますっていうことで、市内十何店舗あるのかな？電話したみたいで、30分後に電話がありまして、どこどこの au ショップに在庫1台ございます。あと30分しかもう空いてないので、お早めにって言われて、急いで家に帰って、前の機種の資料とかね、箱とかね、ケーブルとかを持ち出して、その指定された au ショップに行って、なんとか営業時間内に機種変更、新品交換が終わったんですね。まあ、その後、東北にこれも一緒に行ったんですけど、特に大きなトラブルもなく、一番大きなトラブルであった電源周り、この裏ボタを触ると、もうすごくね、熱かったんですよ。最高で55、6度まで温度が上がったんですけど、もう新品交換してからは大きな不具合もなく、電池温度も通常の範囲内で動いていたんで、よっしゃ、よかったと思ってですね。で、こっちに帰ってきたんですけど、つい最近、YouTube の方の書き込みにあるコメントがあったんですね。私の、アラーム、標準アプリのアラームの停止画面と、そのコメントをいただいた方の停止画面の表示が違うということを言われたんですね。違うんですか？これね。そういった、これが見えないか。すいません。画面が光って見えませんね。今ちょっとアラームの画面出してるんですけど、ちょっと光の具合で。アラームの停止画面ってありますよね。スヌーズボタンと停止ボタンと。あの画面が、その方のと僕のが違うと言われてですね。その方も Android 2.2 にバージョンアップされてるということで、ちょっと気になったので、昨日の夕方5時前ですかね、その新品交換を行った au ショップに行きました。ただね、入り口入ってすぐ、何かね、異様な雰囲気が漂ってました。黒服のおじさん、お兄ちゃんがいっぱい笑ってました。au の支店の人間かな、それともショップの上のお偉いさんかなと思ったんですけど、どうやら au の支店から派遣された人間のようで、結構ね、お客さんも多かったんで、ブラブラブラっとインフォバーとかね、他のスマートフォンを、見ていましたら、その黒服のおじさんが、どうされましたかってそばに寄ってきたんで、ちょっと、スマートフォンの不具合に関することなんですよ、と言った途端、なんかえらいバカ丁寧に、そうですか、って。では、お使いの機種は何でしょうか。えらいその丁寧に、コロッと態度が変わって、聞いてくるもんだから、はい。IS-04 を使ってますって言った瞬間、また顔色が変わって、そうなんでしょうか、何かあったんでしょうか、えらいバカ正直にバカ丁寧に聞いてくるんでね、まあ、なんかあったのかな、今なんかそういった IS-04 に関する 調査やってるのかなと思ったんですね。で、そのおじちゃんに、標準アラームの停止画面が表示が違うんですよっていう話をしたら、すぐ、バッと
と、スタッフのいるカウンターのところに行って、スタッフが、その黒服のおじちゃんと、あと3人ぐらい、さっと集まって、04の実機を持ち出して、その、確認をしていらっしゃいましたね。なんか、えらい異様な雰囲気で、その黒服のおじちゃんがスタッフを集めて、早くしろ、早くしろ、ってな感じでやっていましたけどね。その中にお一人、えらい詳しい女性の店員さんがいらっしゃったんですけど、その方が僕の対応をしてくれたんですけどね。話が噛み合わないんですね。私はもう Android 2.2 にバージョンアップを終えて、使ってますと。ここのショップで新品交換を行って、自分で Android 2.2 にバージョンアップしたんですよって言うんですけれど、その女性店員さんは一生懸命、携帯アップデート、Android 2.2 へのバージョンアップの話をするんで、いや、もうそれは終わってますと。それ終えた後の、標準アラームのアプリの停止画面が違うという方がいらっしゃったので、僕は他の方の04は見たことがないので、本当かどうか確認したいんですよって言って、やっと話が通じてね。どっかに電話しておりました。画面の表示が違うというのは、表示が違うというか、アラームにですね、これは光って見えないんですけど、今アラームの画面を出しているんですけど、メニューボタンを押すと、時計を隠すというボタンがあるんですね。もしかして、時計を隠した状態で使っていると、表示画面、停止画面が違うんですね。そんで、多分、その時を隠すというボタンを押したから、表示が違うんじゃないでしょうかね、というようなお話をしておりましたけどね。そのコメントをいただいた方の、その、画面表示を見たことがないので、ちょっと何も言えなかったんですけど、まあ、それはそれで終わったんですけどね。えらいバカ丁寧に、えらい丁寧な言葉遣いで接していただいているのはいいんですけど、なんかね、まあ、そのアラームの説明が終わったら、早く帰れと言わんばかりの対応だったんですけど、その中で一つ女性の店員さんが、あら、この裏側のケース、非常にいいですね。これどうされましたかって、またバカ丁寧に言うんで、あれこれ au のキャンペーンでもらったんですよ。まあ、くじ運がいいことって、なかなかこれ当たりませんよね。いや、これ1万人に当たるんですけどね。まあ、僕割とくじ運が悪いんですけど、こういったケースいただきました。まあ、いやいや、1万人にしても、当たるということはそう滅多にございませんよ。よかったですね。って。と言いつつも、もう早く帰れというような素振りで僕の方を見ていたんですけどね。まあ、ということで、なんか、変な、えらいバカ正直に対応されて、なんか、変な気分で帰ったんですけど、まあ、今のところ、04、大きなトラブルはございません。まあ、このまま、あと、2年間の縛りが終わるまでね、ちゃんと使えればいいのかな、というふうに思っておりますけど、まあ、それにしても、昨日の au ショップは面白かったです。あんな風にして、まあ、定期的に au の支店から社員が来て、au ショップの様子を見て回るんでしょうね。まあ、それもありますし、23日でしたっけ？また新しくスマートフォン、ファンテックの IS11PT が発売されてますしね。まあ、どんどん新しいスマートフォンが発売されているんで、その状況も見に来てるんでしょうね。
なかなか大変ですね。IS04FV の表示もありましたけどね。まあ、今のところ、問題なく使っております。まあ、そろそろ au さんとの不具合戦争も終結が近くなりそうですね。まあ、何もなかったらもう戦争終わりということになるかと思います。まあ、ブログの方にも戦争終結っていうことをね、書こうかなというふうに思っております。ただ、ちょっと不満というか、まあ、あくまでも、備わってる機能というのはメインじゃないので、そんなにあれこれ言えないんですけど、やっぱりもちょっと、東北で、ビデオ撮影を、まあ、これを使って行ったんですけど、フルハイビジョンではないということで、若干画像が荒いなというのと、ノイズが入るんですね。音切れ、映像切れっていうのが、プツンプツンと入ってきてるんで、まあ、それはしょうがないのかな、という感じではあります。まあ、もちろん、メインは電話なのでね、きちんと通話ができれば問題ございません。東北陸前高田の方で、これ毎日使ってましたけど、au の電波状況、特に大きな問題はなかったですね。Ustream の配信、ツイキャスの配信もできましたんで、思った以上に快適に使うことができました。まあ、au さんも頑張ってるんでしょうね。ありがとうございます。ということで、その後の IS04 は、はい、至って元気です。で、今日ね、バッテリーがね、結構長く持ったんですね。何時間持ってるのかな。今日の朝の6時から、夕方8時ぐらいまで、ずーっとバッテリーが持ちました。東北から帰ってきて、こんなに長い時間、バッテリーが持ったのは初めてですね。日によってね、全然バッテリーの持ちが違うので、ちょっとバッテリーはね、もう少し安定してほしいなぁと思います。はい。ツイッターのタイムライン。今日は何かツイートございますか？特にございませんね。はい。で、このビデオカメラがもう全滅で壊れて、まあレンタルしないと機材がないということで、でも去年街をあちこちブラブラして面白いものを見つけて即購入しました。JVC、日本ビクターの出してる、ポータブルのフルハイビジョンのビデオカメラ、HD メモリービデオカメラっていうのかな、というのを買ってきました。定価で1万6000円ぐらいするのが、7890円で売っておりましたんで、ちょうどフルハイビジョンの機材が欲しかったので、即買いました。で、さっき、桃の発酵ドリンクの映像を撮ったんですけど、まあ、お手軽にフルハイビジョンを撮るには、まあ、いいのかなという感じです。これ、この風にして、あ、光って見えないかな。縦に、使って撮るんで、あまりはっきり見えないかと思うんですけど、割と音声もクリアに入ってましたんで、ここお手軽にハイビジョンの、フルハイビジョンの動画を撮るには便利がいいかもしれません。
ですので、これまでは、あらら、このね、04でビデオを撮ってましたけど、まあ、あまりこればっかり使うと大変なので、今後は、今日買った、ビクターの、このフルハイビジョンのポケットカメラ、これを使って撮影してみたいと思います。よいしょ。ということです。昨日放送した発酵ドリンク。今日もさっき味見したんですけど、すごいですね。やはりそのハイエナジーウォーター178という水を作っている10の78乗ヘルツの存在。今日も博士にお電話をして、まあ、今後のこと、週末にちょっと放射能テストを行うというのがあるんで、同行して、記録に残して、本当に放射性物質が無害化されるのかということをね、この目で確認をして、記録を残しておきたいと思います。で、博士の方から言われて、記事を書かなきゃいけないんで、その原稿書きもね、まあ、これからやっていきたいと思います。まあ、とんでも科学ではないということは、これははっきりと言えますけど、まあ、それをね、社会的に、世間的に認知していただけるまでには、かなり時間がかかるのかなっていう気がしますけど、まあ、コツコツと努力するしかないのかなと思っているところです。まあ、うさんくさいと思った時点で、僕も撤退しますけど、今のところは、ちょっと、うさんくさいところはございませんし、僕も協力していける部分は、どんどん協力して、いいものはいいということをね、ちょっと世間に広めていきたいと思います。まあ、それが一番いい例が、モーの発酵ドリンクなんですね。あるいは、嘘も何もありませんし、そのまんまのことをお伝えしてますんでね。水で発酵できるということ。リキュールは一切使わないと。水が持つ高エネルギー。それが、もも活性化させて発酵しているということは、これは言えるかなと思います。また詳しくはね、また今後うまくまとめて、ホームページも作ってくれって言われてるんでね、うまくデータをまとめて情報発信をしていきたいと思います。はい。あと、最後に、募集というか、お願いしようかなと思っていることが1点ございます。冒頭にお話をしました子供落語の大会なんですが、一応僕の方で、まあ、ビデオ撮影、公式ビデオの撮影を行うんですけど、もうお金がないのでね、撮影のボランティアさんを1名、募集しております。まあ、少しはね、まあ、お金は出そうかなと思ってるんですけど、アルバイトのような金額のお金は出せません。もうボランティアでもいいですよっていう方いらっしゃいましたら、私まで、ツイッター、またメールでご連絡をください。まあ、詳しいことは、お電話、メールでお話をしたいと思います。ビデオ撮影に興味がある方、子供が好きな方、もちろん落語が好きな方、誰でも構いませんので、もし来週の土曜、日曜、お時間が空いておりましたら、ぜひご協力をよろしくお願いします。はい、それじゃ、特にツイッターもコメントとかご質問とか何もございませんね。はい。それじゃ、今夜の
第237回四五金五内夜、この付近で終わりにします。また明日もお時間がございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。失礼します。